皆さんこんばんは。田中龍吾です、えー。僕はコロナにかかってました。ホテルで療養をせました。めっちゃしんどかったっす、えー。かかった経緯とか発表してきます。かかった経緯。結構だるかったんで、えー、熱測ってみたら、8度4分ありました。8度4分。熱が8度4分。それで、 病院で検査を受けたら、えー、田中さんコロナですよって言われたんで、まあ自宅待機2日間しました。2日間。ね、発熱が8度4分から9度4分。むっちゃしんどかったです。頭がぐるぐる回る感じがせてまあ結構しんどかったですね。で、おととい帰ってきたんですけど、えー ホテル療養をせました。某ホテルで。保健所の紹介で、ホテルでホテル療養をせました。今は、えー、熱が、えー、6度5分から8、6度8分。ちょっと危ないですけど、それで収まってます。でも、コロナが怖いのは、後遺症が怖いです。まあ、熱下がってるんですけど、まだ後遺症のせいで結構しんどいです。 そんな感じですね。この名は、医師からもっと、えーえー、もっと、これ以上、これまで以上に気をつけるようにやっていってます。また、また、そうですね。このナは、えー、危ない死に至る病気なので気をつけていきましょう。えー、僕も、また、 元気だったら動画配信を頑張っていきます。また、やっていきます。よかったら、えー、いろんなゲーム実況とか動画上げて、上げていくんで、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。皆様。